から、はい。ほらほらほら。なんか、わかります?状態が高いと、蒸れます。低いところでやると楽です。ちょっと、じゃあこれ邪魔やね。この、え?持ってきましょう。こっち。いや、で、電話かかってくるから持っとかなくて。あんま言わないで。喜びの電話。ありがとうございますっていうわけにいかんけどね。ありがとうございます。こっちでしゃがめる。そう。低い姿勢からちょっと伸ばすぐらいでやって、今、今良かったですね。本当ですか?それが一番大事。できるだけ低い姿勢でパワーを伝えるから。それをやるの?はい。コースとコースの脇の駆け上がりのとこですね。スピードゆっくりでいいですよ。スピードゆっくりでいいですよ。ゆっくりでいいよ。ちょっと速いかな。あ、うまい。え?山口さんめちゃめちゃうまいよ。ですよ。はい、またプライベートレッスン、ありがとうございます。ね、じゃ今日は、もみろねさん、もうある程度滑れますんで、はい、ジャンプ。はい、ジャンプなんですけど、板が硬すぎるので、はい、こちらのゲレンデそんな大きいジャンプありません。スピード出ません。はい、そしたら板にかかるパワーが少なくなります。はい、なので、曲げる力とか跳ねる力も弱くなってくるので、自分で作らないといけなくなります。曲げたり、オーリーとかね。板はちょっと軽かったり柔らかい方が、パワーを作り出し、やしいです。やしい?やしい。なので、難しいんです。あジャンプの踏み込んだ後の跳ねと、ターンの踏み込んだ後の抜き。抜き?抜きっていうのがあるんですけど、それをやっていきましょう。とりあえず、あの、大きいの飛べる?いや、あの大きいの行く必要はないです。でも、あの、危ないんだ、オーディションの時の最後の言葉で、はい、キッカー飛ぶって言ったじゃん。もう飛んではるじゃないですか。あのちっちゃいのもキッカーなの?あ、ちっちゃい方がキッカーですよ。あれはなんていうの?あれジャンプ台っていうの。あれは大きいキッカー。あ、大きいキッカーって俺書いてなかったもんね。キッカーって言ってはず。じゃあ目標達成したの?いや、もうしてるんですけど。してるの、うん、うん。でも例えば、そこにクオリティが入ってくるわけです。気持ち良さとか。うんうん、気持ちいいですか今。いや、あんまり。実は飛んでる人って、ポーンって音がします。足元から。それはない。ないんですけど、その感じが。感じがするんだ。パコーンってどっかから聞こえてきます。ほんと?ほんまにほんまに。ほら、あ、なんか鳴ってるぞってなるんですけど、それをちょっと経験してほしいので、頑張りましょう。踏みます。両足でぐーっと踏みます。踏みながらこの最先端で、ちょっとノーズ、引き上げてください。そしたら板が硬いなりに、最後テールにしなって、圧がテールに加わって、それを最後蹴って伸ばしてあげると、パコーンって言います。抜けながら、そういう意味です。そういう感じです。こういうイメージです。こういったらこうならない。でも、後ろのテールもパコーンって弾くんで、後ろが上がってきます。はい、で、それを硬い板なりに、なんとなくやってみてください。柔らかいとその動作の動きが分かりやすいんですけど、硬い板はあんまりしなって見えないんですけども、ちゃんと反発立てます。それ頑張りましょう。じゃあ上登れます?よく変えたぐらい、頭の。行きましょうか。あれやるんですか?いやいやいや、もう。すごい。あんな死ぬ。死ぬ。折れる。ゴーグル真っ二つになる。で、モミロンさんってこんなさ、ガチなジャンプ練習ができると思ってへんかった。うん。そんぐらいでは、滑れてるんじゃない？まあ、滅んでも痛くないから。まあ、春はいいよね。うん、ね、春こそ来てほしいよね、みんなにね。そうなんです。これね、カチカチの日は無理やもんね。ハイシーズン。もうぼったくられとんじゃないかって、キャプテンは言っとる。ぼったくりって。全然ぼったくりって。あれ、本当やったら、もうちょっと、踏み込んだとこ行くと思うんだよねって。
だからモビロンさんは3回に1回しかそういうとこ行かないと思うんだよねって。うん、次また来てもらわなかんで、いっぺんに教えちゃうと、大事なあいつは教えんでも次来るから。いっぺんに教えれるか。もう結構ギリギリのとこ行ってますからね。うん、怪我してるかでしょ、今。ジャンプ。してない。してないけど、してないけど、ギリギリのとこ行ってますから。いきなりジャンプじゃなくてるから。そうそうね、だってカービングやってないもんね、全然。こうやってんのやってない。滑るのはどうですか？見てないですか？あのね、もうね、全然違います、板さばきが。あ、そうね。ブレーキ一つ取っても、さっさってできてる。それは思います。今までは僕にぶつかってきそうやったじゃないですか、毎回。だって憎かった。うまく並んで。そっちで？そう。当たり散らしたいやん。ちょっと一回、はい、しゃがんで。で、ちょっと下を伸ばしてあげる最後、後ろ足を。後ろ足まで最後、ぴょんって跳ねるイメージで。もうちょい前から順番に。そう、それです、それです。これ、次、こうなったらダメですよ。下だけです。そう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 、そう。いけます、それです、それです。出たら下がもっとパワーくれるんで、はい、もっとやりやすい。最後のギリまで踏んどいてほしい。早いっす。いや、この辺のも板さばきが上手なってるじゃないですか。さっさってできるの。で、ああいう地形がどのぐらいの感じでリップが上がってくるかっていうのって、はい、後ろ足じゃ分かんないですよ、はい。前に乗ってて、前の足の感覚がある人にしかそれ分かんないですよ。目じゃないんだ。そう、目じゃない。目でやってると、まくられます。うん、それに合わせた後。足だけで取る。しかも前足の感覚です。で、そこの、あとは、形に合った跳ね方って、はい、このぐらいでいいやって、測るのも前足なんですよ。後ろは最後、蹴る量は大体どの機関物に変わらないです。前の引き上げは上がってるリップだとそんなやらなくていいし、寝てるのだと欲しいなと思って上げます。これが大事です。行きましょう。怖がらず前踏んでいく。おお、ありがとうございます。おめでとうございます。やったね、おめでとうございます。確かに、俺も見せ返せ返せ。鎖骨折れてました。ポッキリです。ポッキリ。
ということでね、はい、森野さん、これで一応終わりとなりますけども、ラスイチでね、はい、僕のスクール、はい、3月末までやってますんで、はい、あと3回ぐらい来てください。次、ハーフパイプのエアターンの練習ぐらいもできるぐらいに持っていきます。本当に、はい、保証は保証は、うん、もし行けなかったら、うん、費用の 20% まで返します。あ、本当？はい。来季、シーズン券じゃなくて。池田パールシーズンそれはないですけど、ない出してない、まあ、来年ちょっと検討します、ね、シーズンパスで、まあ、モミロンさんみたいな人から、はい、本当の初心者の人までもぜひ見えるかもな、はい、僕らのオリジナルレッスンの内容でもうターンに一直線のレッスンの内容を初心者でモミロンさんみたいな人も、ジャンプやってていいよっていう感じのレッスンをやってるんで、もちろんこう滑りから見直すことで安全に行きます。ちょっと滑りましたけど、教室の名前なんて言うんですか。池田パーク教室、どこ池田パーク教室、白鳥高原スピードです、はいはい、来年もやってると思いますのでぜひ来てください。やっててくださいよ。思いますじゃなくて夏の間に死んでるかもしれないですね。冬皆さん来てください。お待ちしてます。ターンでもそこに乗って圧を強めてあげる踏み方ができるとジャンプ上手くなります。的確にジャンプだけよりもターンで練習してください。